ピエール・ビーチャム・ピエール・ボーシャンは、フランスの振付師、舞踏家、作曲家。おそらく、ボーシャン不意不法の発明者。ボーシャンは1671年に、王立舞踏アカデミーの監督になった。1664年、さらに、王立音楽アカデミーのバレーマスターで、コンザターでバレースジュロワでもあった。こうした地位にあったことから、ボーシャンは、フランスのバロックダンスの発展に、 大きな影響力を持っていた。ピエール・ラモーは5つの足のポジションを体系化したのはボーシャンだと信じていた。手の使い方の発展に果たした役割についても同様だが足のポジションと違ってバロックダンスの手の使い方はバレエの使い方とはかなり違うものだった。さらにラモーはボーシャンが22年間にわたってルイ14世のバレエのレッスンをしたとも述べている。 ボーシャンのものと思われる二つの振り付けが、写本の中に残っている。舞踏場用デュエットの、リグ・ドンス・デ・ミスター・ボーチェンド、男性のための劇場用ソロ、サラバンド・デ・ミスター・デ・ビーチャムである。男性用ソロの中に、空中で足を打つステップこそなかったが、ピルエットと多くの装飾的なステップを伴う、ビルト・オーソ技術を要求するサラバンドがあるのが、珍しい。チャールズ。 ルイスビーチャムと間違って呼ばれることもある。ラモー、ピエール、レメートル、エイドンセ、プルミエールパーティ、チャップ、スリーハット、イビド、セコンドパーティ、チャップ、アイハット、イビド、プルミエールパーティ、チャップ、イクスビ。ありがとうございます。